イェイ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 わっ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 。ちょっと違ったな。はい、どうも、田中夏希です。今日は2月7日なんだけど、マックのね、トリプルチーズバーガーと、なんだっけ名前忘れちゃった、ダブルテリヤキマックバーガーが今日までっていうことで、今日はこっち、じゃん、トリプルチーズバーガーを買ってきました。で、今回はね、ちょっと比べたいなと思って、じゃじゃん、こっちがダブルチーズバーガー、ダブチ、そしてこっちはトリプルチーズバーガー、トリチ、違うかはい、これ2つ比べてみたいと思います。ちゃんとね、トリプルチーズバーガーはね、ほら、祝公約実現って書いてる、わかりやすい、ね、これだと全然間違いないよね、黄色と白。はい、じゃあということで並べてみました。じゃじゃーん、こっちがトリプルチーズバーガー、こっちがダブルチーズバーガーになってます。で、横から見るとね、ちょっと厚いね、若干こっちの方が厚くなってます。で、値段は、まあ、みんなが知っての通り340円全く同じで、カロリーがね結構違ったの。確かダブルチーズバーガーが463キロカロリーで、こっちが615キロカロリーで、結構やばいね。ご飯1食分よりちょっと少ないけど、もうほぼ1食分ぐらいだよね。高えな。ちょっと正確に測りたいので、じゃじゃん、物差しちょっとね、測ってみたかったの。ちょっと待って、肩こる。ちょっと待ってね、定規のね、長さが0の始まりがね、メモリーずれてっから、ちょっとギリギリのとこからやるか。ちょっと斜めってるとこもあるけど、一番高いところで約5センチですね。はい、これがダブルチーズバーガーで、次こっち重い、トリプルチーズバーガー、はい、いきますよ、はいよ、はい、これは、あ、結構いってんね。厚い。一番高いところで約 5.5 センチぐらいかな。5.5 センチぐらい。ということで、5ミリ違う結果になりました。チーズとお肉加わるだけで5ミリ違うんだね。じゃあ今度は食べ比べ。まあ味同じなんだけどね。どんくらい違うのか。はい、まずダブルチーズバーガーからいただきます。まあいつも通りだね。うん、おいしい。実は私もダブルチーズバーガーめっちゃ大好きで、これ結構マック行くとね、しょっちゅう頼んでる。あー、このね、肉肉しいのいいよね。はい、じゃあ次トリプルチーズバーガー、へい、じゃあいただきます。おお、やっぱ5ミリも違うって。あれだね、口開く大きさ違う、ボリューミー。あ、私結構好きかも、やっぱ肉大好き。あー、いいね、肉らしさが違う。やっぱ肉とチーズが1枚増えるだけで、もう肉肉しさ、そして満足感、食べ応えがめっちゃある。はー、これで同じ値段なんだね。あー、もっと前から買えばよかった。超うまいね。ちょっと遠いから家族にこれを半分あげたいと思います。隠してと。はい、ということで今日はダブルチーズバーガーとトリプルチーズバーガー食べ比べしてみました。味は変わんないけど、このね、食べ応え抜群な感じが良かったです。はい、ごちそうさまでした。以上、田中夏希がお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。